東国宮内閣、皇族が首相となった、史上唯一の内閣である。内閣制度発足後、現在に至るまで、在職日数は54日間と、史上最短である。1945年、昭和20年8月17日任命、在職日数54日。1945年、昭和20年8月17日任命、任命なし。 任命なし、内閣発足当初、全内閣の事務引き継ぎは除く。東国宮内閣は、前の鈴木貫太郎内閣の総辞職を受けて、後続かつ、現役陸軍大将である、東国宮敏彦王が組閣した内閣である。前の鈴木内閣は、発足当初より、終戦内閣として組閣されていたため、終戦の少々発して間もない1945年。 昭和20年8月17日に内閣総辞職した。公認人事については、敗戦処理という困難な仕事を遂行するため、強力な権威と実行力を必要とした。これまで何度か、国民及び軍人を強力に統制するため、後続であり、現役の軍人であった、都市飛行の首相待望論が持ち出されてきたが、その都度、内大臣、木戸光一の反対により阻止されてきた。 東京内閣概要を参照。しかし、こと終戦に至って、軍の暴走、特に陸軍の中堅幹部を抑えて、政府秩序を再構築し、国民を統合して荒廃した国土を復興するためには、皇族が政府の先頭に立って、政治を行うしかないと考えられた。また、戦争にも負けたことで、これ以上国家の事態が悪化するようなことも、なかろうという読みからも、 皇族を政治に立てやすかったと言える。当初、次期首相に推挙された都市彦は、皇族かつ軍人であるがゆえに、これまで政治に近づくことを禁じられ、政治経験もないことを理由として、就任を拒んだ。しかし、戦争敗北後の国家立て直しという困難な状況を克服するという大義名分のもと、首相への就任を承諾し、戦前から信仰のあった、 この F 未丸に一切を任せており、閣僚選考には、国務大臣兼内閣書機関長と、内閣の大番頭となる、小形武虎、元朝日新聞社副社長の意向も強く反映した。そして東国宮内閣は、文部大臣に、元朝日新聞社論説委員、前田多文総理大臣秘書官に、朝日新聞社論説委員、大田照彦、小形の秘書官に、 朝日新聞記者中村翔吾、内閣参与に、元朝日新聞記者田村晋作と、朝日内閣の官を呈した。また陸軍は参長官会議で、教育総監、土井原賢治大将を陸軍大臣に選んだが、都市非公はこれを却下し、北島方面軍司令官、下村正大将を据えた。さらに、都市非公は、統制派によって退けられていた、行動派の大畑敏市郎。 満州派の石原幹事、自体、海軍半島上派の高木総吉を尾形とこの絵の移行で内閣に招いた。東国宮内閣は、鈴木内閣で定めた国体五字の方針を引き継ぎ、就任後の記者会見で、全国民総懺悔することが、我が国再建の第一歩であり、我が国内団結の第一歩と信ずるという、いわゆる一億総懺悔発言を行い混乱の、 収集に努めた。ちなみに、この当時の日本国民のうち、いわゆる大和民族は、約6000万人しかおらず、ここで研究されている、1億には4000万人、足りないが、これは、当時、まだ、大韓民国や朝鮮民主主義、人民共和国といった主権国家が、朝鮮半島に成立しておらず、今後の扱いが不透明であった、台湾及び、 朝鮮半島の住民合わせて約4000万人を含めて本国民として太平洋戦争を戦った者が総懺悔とした表現であり、この時点では未だ国際法上の日本国籍を喪失していなかった台湾及び朝鮮半島住民も含めて世界に対して敗戦国民として戦争中の過ちを反省し懺悔するという意味である。この 国体五字と一億総残下を敗戦処理と戦後復興に向けた二大方針とした。東国の宮内閣は、省庁再編、軍の武装解除、連合国軍の進駐、幸福文書調印など、次々と重要課題を処理していくことが求められ、未だ体制の整わない、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ 下の司令にも対応していった。このような中で、 GHQ から1945年、昭和20年10月4日に伝えられた、いわゆる自由の指令、人権指令とも、政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書きへの対処が問題となった。この指令は、人権確保のため、治安維持法、宗教団体法などの廃止や、政治犯、思想犯の釈放、特別高等警察、 特攻警察の解体、日本共産党員や違反者の引き続きの処罰を明言した山崎岩尾大臣はじめ内務省幹部の罷免などを内容とした。しかし、東国の宮内閣は、この指令を実行することによって、国内での共産主義活動が再活発化し革命が起こることを危惧し、指令の実行をためらい内閣総辞職に至った。1945年、 昭和20年10月5日に総辞職し、次の市出原内閣が発足するまで職務を執行した。それまでの林内閣、林千十郎首相、在任123日間の記録を更新し、内閣制度発足後、現在に至るまで在職日数は54日間と、史上最短記録となっている。ちなみに、東国の宮内閣では、 大戦後の日本の進むべき国家方針について話し合われ平和的新日本を建設して人類の文化に貢献せむことを抑止という国家目標が定められたがこの一文は首相ぐるご訂正と明記されていることから東国宮敏彦王首相自らが書き込んだものとされる楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください